天下の大将軍になることを夢見る主人公シン山崎賢人さん。若き王永世吉沢亮さん。大将軍王騎大沢たかおさん。軍師パリオテン橋本環奈さん。暗殺一族の末裔教会清野奈々さん。影の権力者呂不韋佐藤浩市さん。王騎軍副官東要潤さん。少将万国山田裕貴さん。維新隊美兵岡山天音さん。少将風紀片岡愛之助さん。新隊美藤三浦隆弘さん。平成の側近将軍君高島正弘さん。そして佐藤慎介監督。それでは皆様、ステージにお越しください。映画キングダム監督、出演者の皆さん、大きな拍手をお願いいたします。さあ、皆様が勢ぞろいされました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは皆様よりご挨拶をいただきたいと思います。まずは主人公山崎さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。シンを演じました山崎賢人です。ありがとうございます。ついに今日皆さんに初めてこの3作目キングダム運命の炎を見てもらえるということで本当に嬉しく思ってます。いや本当に今こう登壇させてもらって本当に豪華なこれだけの方々が本当に一つのキングダムという作品を作ったんだなとこう改めて今実感してこう1の時から考えるとこうどん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 キングダムが作品として大きくなっていってるっていうのをなんか感じて感動してます。今作では百人隊の隊長になりましたシンです。はい、皆さん今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。続いて吉沢さん。
こんばんは。ありがとうございます。衛星を演じさせていただいております、吉沢亮と申します。いやもう本当にこんなね、舞台挨拶史上一番のこの広さと人の多さと、これだけたくさんの方が楽しみにしてくださったのかっていうのを、くださっていたのかっていうのをすごくひしひしと感じますし、やっぱこのイベントをね、盛り上げようっていうこの皆さんの熱量がすごい伝わるなと思うんですけれども、まあね、これからいろんな話をできればいいなと思ってますが、もう間違いなく、ワン、ツー素晴らしい作品でしたけど、今回の、キングダム運命の炎は間違いなく最高傑作だと、僕は思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければ嬉しいなと思っております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて大沢さん、お願いいたします。皆さん、こんばんは。大沢田郷です。大きい将軍役をやりました。実はこの今日の試写会、本当にたくさんの方が来ていただいたんですが、本当今日1日だけの試写会で、しかも我々関係者以外、見ていただくの今日が実は初めてで、興奮しながらも結構ドキドキしていて、どんな風に今日みんな見るんだろうかっていうので、もう昨日も眠れずに、今日もみんなでワクワクしながら今日この瞬間を待ちました。これだけのでもたくさんの方に来ていただいて、今は本当にこうもう少しでも早くね始まって、出てくる時のみんなの顔が見えることを楽しみにしています。今日は、もうしばらく、我々の登壇の時間ありますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて橋本さん、お願いいたします。はい、カリオテン役を演じさせていただきました、橋本環奈です。本当にですね、これだけたくさんの皆さんのこう登場してきた時の歓声がすごくて、4000人近くお客様が来てくださってるとのことです。皆さん本当にありがとうございます。やっぱりこうキングダム1、2とですね、こうシリーズ化されて、それがやっぱりたくさんの皆さんに愛されて、この今回のね、運命の炎も公開されるということで、一足先に皆さんに見ていただけることをすごく嬉しく思っています。シリーズ重ねていくごとにどんどん面白くなっていって、皆さんの期待をしっかり超えられる作品となっていると思いますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて清野さん、お願いいたします。はい、こんばんは。教会役を演じさせていただきました、清野奈々です。今日は皆さん暑い中足を運んでいただき本当にありがとうございます。もうたくさんの方々が今日来てくださって、とても嬉しく思いますし、それと同時にやっぱりキングダムってこうやってたくさんのキングダムファンによって支えられているんだなと、とても今こう登場してきて愛をたくさん感じました。本当にありがとうございます。本日皆さんに一足早く見ていただけるということで、とても私もワクワクしています。皆さん短い時間ですが、楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて岡山さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。美兵役を演じました岡山真似です。ありがとうございます。なかなか、こういった場に立たせてもらえることはないので、今非常に興奮しております。撮影から、だいぶ時間が経って、ようやくいち早くまずここに今日集まってくださった皆様にお届けできるということを本当に嬉しく思います。またさらにさらにキングダムの世界が、今作広がっているので、キングダムシリーズならではの熱を今日、皆さんに持ち帰って楽しんで帰っていただけたらなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて三浦さん、お願いいたします。はい、尾藤役を演じました三浦貴大です。今日は本当にありがとうございます。
僕は2からの参加だったんですけど、また3でこういう風に帰ってこれて本当に嬉しいです。そしてもう登場の時にこれだけたくさんの方が見てくれるんだっていうので本当にワクワクしております。こういう人数の前に立つことがなかなかないので僕もちょっと今緊張してるんですけど、今まで役者人生でこんなに大きな黄色い声援を聞いたことがなかったんで本当に今感無量です。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて高島さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。勝負君役高島雅宏です。今登場した時の背中の運命の炎が熱すぎて今携帯用扇風機使ってます。でもですね、皆さん今回の作品はそんな運命の炎、後ろの炎よりももっと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 熱い作品になっております。どうぞ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて金目さん、お願いいたします。はい、東役を演じました金目淳です。高島さんの熱さがすごすぎてですね、僕もちょっと何を言っていいか飛んでしまいましたけどもようやくこの日が来たなという感覚にあります。撮影していると本当に毎日毎日、地味なカットの積み重ねで、また暑い中寒い中本当に大変な日々が続いたんですけども、今今日ここにこうして立ってですね、皆さんの顔を見ていると本当に頑張って作ってきてよかったなと報われる気持ちでいっぱいです。約束します。すっごく面白いのでどうか楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて山田さん、お願いいたします。はい、長軍副将万国役の、山田裕貴です。ありがとうございます。なんか本当に一つの軍勢を相手にするとこれぐらいの感じでこれぐらい圧倒されるんだなと、本当に皆さんは敵ではないと思うんですけども味方でよかったなと、それぐらいキングダムの作品の力とこの豪華なキャストの皆さんと、ここに立てることを本当に原作ファンの身として、すごく、嬉しいです。ゾワッとさせられる万国になってたらいいなと、僕も、どういうふうに見えるか楽しみに、そしてこのキングダムという作品を純粋にシンプルに今日初めて見る皆さん楽しんでいただけたらなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてお隣、片岡さん、お願いいたします。風紀役を務めさせていただきました片岡愛之助でございます。私は真に敵対する、お役でございますが、死者をこう見させていただいたときすっかり行け真行けって心の中で思ってて、映画終わってからあれ俺敵やったのにと思ってすっかりね真の方から、見ておりました。この映画私見てたくさん泣きました。たくさん勇気もらいました。皆さん今日はどうぞ楽しんでいってくださいませ。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて佐藤さん、お願いいたします。どうもこんばんは、佐藤浩市です。国際フォーラム、ざっと4000、皆さん映画の中で分かると思うんですけど、4000の軍勢はこれぐらいだと思ってください。そうすると映画の中で出てくる軍勢がどれぐらいのものかというのがだいたいおおよその想像がつくと思います。手に汗握ること間違いなし。本日は楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは監督、お願いいたします。はい、監督の佐藤慎介です。今日は皆さん、お集まりいただき本当にありがとうございます。パート2を、完成させたもうその次の日ぐらいから実はパート3の仕上げをずっと、コツコツとやってきていました。で1年間かけて本当に、完成したのが先立てなんですけれども、本当に今日初めて皆さん観客の皆さんに見ていただける機会になっております。それでいきなり4000人の方々を見てもらうということで僕もちょっといつも以上にドキドキしてるんですけれども、
もう毎日コツ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 積み重ねて作り上げましたし、もう撮影の時もう本当に先ほど話あったようにもう寒い中地味な作業の積み重ねであと作ってきた作品ですけど、今日ちょっと上映のチェックしたんですけども、本当になんかこのでっかい会場にものすごくふさわしい映画になったなというふうに思って、なんか大きく育った子供を見るような気持ちになりました。一応2階席の一番後ろでも映写チェックしましたけども、大音響が届きますんで、今日はしっかり楽しんで帰っていただければと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。皆様ご挨拶ありがとうございました。まずは山崎さんと吉澤さんに質問していきたいんですが、山崎さん、今日がもうワールドプレミアといよいよ公開、皆様がご覧になるということですけれども、山崎さんにとってキングダムという作品どういった存在になっているでしょうか。そうですね、もう本当にここ 4,5 年ずっとキングダムと真と一緒に生きてきた人生なので、本当にこうキングダムと真からこう教わることもたくさんあるし、こう自分の人生の本当にかなり大事な部分が真になってて、もう本当にこう自然と何も考えずに真だったらこう言うだろうなとかがこうすぐ出てくるというか、自分のこう人生をこう重ね合わせて真を演じてるというか、もうこう同世代のみんなもそうですし、先輩方とこうご一緒してこうみんなで一個の作品を作るっていう、なんかその個人的なこう山崎の部分と真がなんかこう似てるというか、なんか本当に自分の人生そのものだなというか、そんな感じがしてます。ありがとうございます。そして吉澤さん、今回は衛星が中華統一を目指すきっかけとなった鹿編描かれますが、はい、衛星と鹿のエピソード、吉澤さんはどう捉えていらっしゃいますか。そうですね、まあ、本当に原作の中でもすごく人気なストーリーですし、なんか僕自身もやっぱりこの鹿との出会いがあって、そこので生まれたこの出来事がやっぱり彼を変えていくっていうのは、もうワンの時からすごく意識していたといいますか、まあ、僕もこのお話いただく前から原作読ませていただいてて、すごく好きで好きなエピソードだったので、なんかそこはすごく最初から色濃く自分の中にあった存在だったので、なんか今回それがようやく形になったなというか、なんか自分の中に抱いていたあのイメージがそのまま形になった感じがして、すごく嬉しかったです。はい、ありがとうございます。さあ、そしてここからは皆様と時間の許す限りクロストークしていきたいと思うんですが、ぜひともこれからご覧になる皆様がより楽しくなるように、ここ注目してほしい、もう本当それぞれの個人的な見解で全く問題ございませんので、注目ポイント、またもしかしたら撮影エピソードなども聞けたらと思っております。これもまた山崎さんから聞いていきたいと思います。ここ見てください、いかがでしょうか。そうですね、こう真と性のこう関係で映画オリジナルのシーンがあるんですけど、そこはなんかこうすごく好きなシーンになってて見てほしいなっていう部分ですね。あとは今回その100人隊として戦っていくので、そのシーンとしてはこの隊長としての姿と、この隊として100人隊としてのこう戦い方っていうのが面白いので、ぜひ注目して見てもらえたらいいなと思ってます。お隣の吉澤さん、今アイコンタクト来ましたけども、吉澤さんの注目ポイントいかがでしょうか。はい、そうですね、まあその今ケントが言ってた部分ももちろんそうですし、まあ、僕個人としてはやっぱりその鹿編をがっつり描いている部分もあるので、なんかまあその衛星が常に語っている中華統一っていうのはどこからそういう感情が来てるのかとか、どこからその内に秘めるこの炎が燃えた瞬間みたいなものが今回皆さんに見ていただけるのかなと思ってて、なんかより彼の眼差しだったりその思いの強さっていうものに説得力が増してくる回なのかなっていうのと、まあやっぱりあとはもうシーンたちのアクションはもう2見た時もなんそんなやるって思ったんですよ。やりすぎじゃないってぐらいにすごいことやってたんですけど、今回もうすごいことになってて、どうしちゃったのっていうぐらいにすごかったから、でなんかそれなんかすごくそのストーリーの色濃い部分と、もうそのバッチバチのかっこいいアクションの部分とのこのバランスが本当に素晴らしくて、なんかねずっと見てて
なんていうんですかね、このずっと集中して見れたんですよ、はい、もうその緩急がしっかりしてるので、だから本当に皆さんも最後までもう瞬き厳禁で見ていただければ嬉しいなと思ってます。ありがとうございます、はい、大沢さんもいかがでしょうか。そうですね、本当に素晴らしい作品だなというふうに自分でも思いますし、本当に 1,2,3 って、まあ、実際3作目なんですけども、実際これを見た後にこれがなんかいよいよキングダムの始まりかなっていう、今までの 1,2 がその準備だったかのような思えるほどの迫力と人間ドラマと、涙あり、本当にその手に汗握る激しいアクションあり、本当1,2をはるかに超えたまた別の次元に行ったキングダムになったなというのをすごく感じるんでね、今日初めて3を見られる方、今まで 1,2 を見られてない方も今日見て 1,2 を見てもまた面白いですし、 1,2 を見た人たちもそれぞれの山崎君はじめ吉田君たちがもう成長した 1,2 とは違う顔と体で画面に飛び出してくるんで、そのあたりも見どころかなというふうに思いますけど。ありがとうございます。橋本さんはいかがでしょうか。そうですね、さっき健人君が、まあ、4,5年そのシンと一緒に過ごしてきたみたいな話をしてて、そういえば1撮ってた時私10代だったなと思って、なんかそれでもう5年ぐらい経ってて、で1の時はなんか中国とかでも撮影してたんですけど、まあ、今回コロナ禍が被ってたっていうこともあって、なんかこう撮りたい絵はあるけど中国に撮影に行けないかもみたいな、行けるかも行けないかもみたいなのが結構二転三転した話も伺ってて、まあ、過料点としては、まあ、戦場には出てないんですけど、だからどっちかというとお客さんと同じ立場というか、作品を見てもうこれだけのアクションシーンをやるんだっていう、やっぱり1と2を見てたらどうしてもハードルが上がっちゃうじゃないですか、はい、それを3は超えられるのかみたいな気持ちで皆さんも見られると思うんですけど、ハードルを上げても大丈夫だなっていう、本当にそれだけの超大作ができたなっていうのを自信を持って皆さんにお勧めできる作品だったんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。アクションシーンと言いますと清野さんもその一人だと思いますが、清野さん注目ポイントいかがでしょうか。はい、私も吉澤さんと一緒なんですけど、鹿編が原作からすごく好きで、あのシーンを見た時はなんだろう、もう同じ姿勢でずっと固まっちゃうぐらい見入ってしまって、気づいたら涙も流してしまって、本当に素敵なシーンになって、なんかキングダム始まったなみたいな感覚になりました、うん、はい、すごく素敵なシーンでありがとうございました。ありがとうございますでも吉澤さんとしてもやっぱりあのシーンはいろんな感情で演じられたと思いますけども、はい、まあ、実際は9歳なんで、本当は多分子役の方がやるべき、うん、だとは思ったんですけど、でも僕もあのシーンが好きすぎるし、多分僕がやらないとダメだみたいな、もう思いが強すぎて、はい、もうその1撮ってる時からもしあの辺やるんだとしたら僕にやらせてくださいっていうのずっと言ってて、ええ、で実際やらせていただけるようになったの でまたアンさんが本当に素晴らしいので、なんかアンさんがすごくね、アンさんに引っ張っていただいたなっていう印象があります僕は、はい、うん、本当に注目のシーンとなっていますが、岡山さんもぜひお願いいたします。はい、そうですね、美兵的には敵には美兵的にはその美兵のちょっとその淡い恋心みたいなものが垣間見えるございましたねシーンがね今回入ってるんですよ、ええ、まさかこんなキングダムでこう何ですかね、キュンキュン、いやキュンでしたね。ただなんかそういうちょっとラブコメ的な、喋んない方がよかった、いやいやいや教えてもらいたいですまあ美兵的には今回で言うとそこですかね、うん、注目ポイントということで、ちょっとしたキュンも入ってる、はい、はい、ありがとうございます。いろいろな側面から皆さん見どころを教えていただいていますが、三浦さんもいかがでしょうか。そうですね、美頭的には敵にはあ、美頭的にはそうですね、まあちょっと僕にもキュンのシーンがちょっとねあったりも、確かにここの兄弟が今回ちょっと ねそうなんですございましたねラブコメ誤解を見そうでちょっと怖くなってきたんですけど、まあ、ちょびっとね、ちょびっとコメディ的な部分がありますよっていう、今回も B 兄弟の、まあ、いいシーンですもんね、あそこね、
まあ、見てもらいたい大事なシーンです。あとあのここの美兄弟が、2の時より3の時の方がやっぱり成長してきてるんで、その辺もね、合わせて見ていただけると、嬉しいなと思います。うん、山崎さんからしても B 兄弟また今回も心強かったですよね。いや本当にもうキュンキュンあのキュンですか。キュンっていうか、まあ、本当に2人ともあの好き大好きですね。もう誰とも大好き。もう山崎さんが大好き。大好きです。僕が大好きです。でみんなも大好きなはずです。もうね、あの2からあの仲間になって。大好きなはずですってどういうことですか。気づいてないかもしれないけどみんな大好きな大好きだよって。絶対大好き。気づいてない、お気づきじゃないかもしれない、ね、みんな B 級で絶対大好き。山崎さんはもう好きなわけですもんね。大好きです。大好きです。 B 兄弟大好き、はい、B 兄弟も山崎さんのことは大好き、 大好きです。ありがとうございます。続いて要さんもぜひとも聞いていきたいんですが。そうですね、まあ、今回は新国と彫刻の、まあ、本当に見どころの一番、ね、原作でも期待度の高い戦いでパート3で、まあ、我々も大きい将軍と一緒にその戦をに参戦するっていう感じで、これ3で終わったらどうなっちゃうのっていうのが、4はいつ撮るんですか。4がなかったらこれもう3で終わっちゃったらとんでもない映画になっちゃうなって、うん、個人的にはね。なるほど。原作ファンでもありますので、ええ、なのでその辺も楽しみにぜひ皆さんご覧ください。なるほど、はい、3がまたどのように着地するというか、はい、つながっていくのも確かに注目ポイントがあります。続いて高島さん、ぜひ注目ポイント。将軍君的には的には、今回は宮廷シーンが多くてあんまり戦場で戦うとかなかったんだけど、なんかじっとはしてるんだけどカメラワークとかがむちゃくちゃ凝ってものすごい緊迫感で、じっとしてても戦ってるみたいな気がしてとても良かったと思うの。ええ、でもそれだけ緊迫感のある撮影シーン、うーん、だったわけですね。そういうこと。全然緊迫感が伝わってこないんですけども、でもそれだけ表情でセリフで表現してってことですもんね。うん。このまま渡すのも恐縮ですが、佐藤浩市さんもぜひともお願いいたします。急に一人だけ真面目なこと言って申し訳ないんだけど、ああ本当ね、いつの世もどんな国でも人種でも戦争を起こす奴らの気持ちなんてのはさっぱりわかんねえし、クソくらいだと思います。だけど現実に武器を持って戦わなければいけない、戦争に行かなければいけない人たちの気持ちというのはどの国でも時代でも人種でもみんな共有で伝わるもの、その悲しみ、これはこの映画大エンターテインメント作品だけど、娯楽活劇であるけど、でもそこにある根底にあるその共有する意識というのは多分皆さん見ても本当に分かってもらえるものだと思います。うん、それが見どころというのは言い方変だけど、それを感じながら見ていただきたいなと。どうもありがとうございます。すいません一人だけ。とんでもないです。その隣山田さんもいかがでしょうか。はい、本当に、まあ、原作もそうですけど、キャラクター一人の心みたいなものがすごく僕は素敵だなと。もう真なら真の心があるし、それはなんか敵っていう、真が主人公で真が敵対してる国だったらみんなはそれを敵と呼ぶけど、敵でいる人たちもその国を守りたくて戦っているというか、なんかそういうで、キングダムって多分そういう敵の心もちゃんとこう見逃さずに拾ってくれて作品にしてくれてるものだと思うので、なんかそういった一人一人のこっちの立場になってみようかな、こっちの立場になってみようかな、このキャラのことを思ってみようかななんて、見てもらったらいろんな見どころを見つけてまたキングダムを楽しめると思うんで、なんかそういったところが注目ポイントですかね。はい、うん、ありがとうございます。愛之助さんもいかがでしょうか。そうですね、今山田君が言われた通り、何でしょう、こっちはこっちの正義がある、
僕も、そう言いながらも僕はあの敵対してましたけどすっかり真の側に回って見てましたいけーなんて言ってね、おお行ったら自分が撃たれるよみたいなことをいろいろ思いながら見たんですけれども、いろんなあの角度から見ていただけると思うんで、一度ならず二度三度といろんな立場に立って見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。いろんな俳優の皆様の意見も出ましたけれども、監督。はい、そうですね、回想シーンが入ってるんですよね。まあ、見どころっていうことになってるかどうかわからないんですけども、パート1パート2パート3とこう続けてくると、その回想シーンは実際にそのパート1の、シーンであったりとか、そういうふうなシーンをこう振り返りながら見せることができて、まあ、普通の回想シーンとまた違う、すごくなんか懐かしい感じがするというか、そもそも回想シーンというのは見たことないシーンだったりするわけなんですけど、実際に何年か前にこう映画館で見たあのシーンをもう一回その中で振り返るみたいなのが、すごくなんか時代の積み重ねをそのシーンとかの表情とか見てるとすごくして、なんか普通の回想シーンと違うすごくキュンとくる感じがして、非常にこの何年間もこうね、ワン、ツー、スリーと作り続けてきたことによってできたなんか感情だなと思って、すごくリッチな回想シーンができたなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。大沢さんも回想シーンでしたり、このキングダムの厚みという部分、また先ほど新側の正義もあれば敵側の正義もある、そういった部分に関して大沢さんどう感じていらっしゃいますか？そうですね、特にこの3作目になって、よりそれぞれの人物とかそれぞれの敵味方関わらず、みんながこう未来のために自分たちの家族や自分自身を守るために戦っている人たちの話なんで、まあ、1、2みたいなもちろんアクションもあるんですけども、それだけじゃなくてそこに人間愛とかいろんなものが重なってくるんで、本当によりキングダムが深くなってきたというか、これぞまあキングダムの真骨頂なんだろうなということを今回3作目で初めて感じさせてもらったんで、それは本当に今日見て、体験してほしいなというふうに思いますけど、それを聞いて吉澤さんもいかがでしょうか。そのあたりキングダムの厚みという部分、またこの3作目に入ってきましたが、まあそうですね、もう言ったら5年前ぐらいからずっと続けてきて、はい、まあやっぱりそれぞれが、まあ今回から参加だったり前回から参加されてるキャストの方も いらっしゃいますけど、やっぱ僕とかはもうなんか意識せずともこう心の中にもう衛星がいるというか、でなんかなんですかね、面白かった今。あ、そうですか。いや、本当に何だろうな、まあもう1の時からやっぱりこう日本映画で見たことないようなスケール感でのものを作ろうっていう、なんか多分それぞれがそういう思い、熱い思いを持ってやってきたものがこうやって皆さんに受け入れられて、でこう2、3と続いて、どんどんその作品自体の厚みというか、この凄みみたいなものもどん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 増していって、まあこのチームだからこそできてることなんだろうなとも思いますし、これがもっとこう世界に羽ばたいていけばいいのにななんて僕は思ったりするんですけどね。もう世界に見せても恥ずかしくない作品なんじゃないかなっていうぐらいにはすごいものができてる、今回の3は特にそんな気がしますけどね。はい、どうもありがとうございます。さあそれでは最後に全国のキングダムファンに山崎さん、ご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん本当に今日はこれから見るということで楽しんで見てもらいたいんですけど、改めてこうやってもうこの4000人の皆さんの顔を見て、もう本当にワンから始まってワン、ツーと本当にたくさんの人に愛してもらって見てもらって、こう一緒に熱くなって来れたのかなと思っております。アクションだったり映像もすごくもうすごいんですけど、いやでもそれと同時に本当にこう人間ドラマというか、本当にキングダムはそのまっすぐな言葉だったり、こう夢っていう言葉だったりが本当にまっすぐこう心に突き刺さってくるような熱さがあると思ってます。もうずっと熱量込めてみんなで撮影しております。まあ本当にすごいものができました。すっごい疾走感があってずっと目離せない、
時間になると思います。キングダムと一緒に皆さんも熱くなってもらいたいなと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちまして映画キングダム運命の炎をワールドプレミアお開きとさせていただきます。大きな拍手でお送りください。どうもありがとうございました。